ザント降臨 4D パズル。今回の 4D パズルは、なんと昆虫バージョンのやつ。全20種で、1種類がシークレットあるから、今回のこのシークレットを狙っちゃおうか。あとヘラクレスもいいよね。ヘラクレス、テントウムシ、クワガタ、マジでかっこいい。まあとりあえずさ、久しぶりだからラインナップ覚えてないんだよね。だからとりあえずラインナップの紙を出して見てみよう。ラインナップをね、斬鉄バサミで切ってスポリント。このね、木の置物も使えるんだよね。これパカリとその前に上げて、うわ待って、もうあれじゃん、これでけえでけえ、もうあれじゃん、もう完璧にさ、あれじゃんね、テントウムシじゃん。で、ラインナップね、ザン。まあ20種類しかないんだけれども、動物のやつに比べたら少ないよね、ズーデラックス。うん、でもシークレットがね、もう見えちゃってるんだけど、あとカマキリもいいな、ゲンジボタルもいいし、うん、やっぱ熱いよね。昆虫バージョン、昆虫大好きな俺にとってはたまんない。こんな感じ。2番最高じゃん、見てこれ、組み立てたい。あと1番もいいな。おお、アリさんもいいね、アリさん。まあこんな感じのラインナップで、今回ゲットしたのは余裕で、てん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 、ザンでしょ。5番でしょ、5番のテントウムシ、七尾シテントだよね。もうレイディーバグじゃんこれもうこれ見えた瞬間に待った。お、五尊があったな、五尊が。もうはみ出てる、早く出せと、早く出せ、どちくしょうと、はみ出てる。パーツはね、一応まとめてみるとこんな感じかな。うん、お腹の部分に足の部分、そして五尊眼で羽か、ここにガチャコと、結構ね力いるんだよね、はめるときガチャコンでいけるはず。あ、違う、こうだよね多分、合ってる合ってると思う。まあ行ったら行ったら全然余裕で、ここにほらガチャコとはめ、もう片っぽもガチャコとガチャコとはまる、この喜び感動と興奮、すっきりするよね。おお、丸い、丸まいんすな。で、これもういっちゃっていいのかな。で、この美味しそうなプリップリな胴体になるという、こんな感じで。で、これをここにはめるんだけれども、やべえな、最初にやった方が、あ、ちょっと待って、順番間違えた。最初にこっちをはめてからの方がはまりやすいわ。力ずくでやったら壊れちゃうかもしんないから、多分、あっと待てよ、こっちにスポリント入れて、こっちにもスポリント入れて、なんか緩いなこれ、ゆるゆるじゃないかお前。最初ちょっとはめてから、このガバガバ野郎をここにスポリントはめ、こっちにスポリントはめて、一気に押し込む、ガバガバ制覇、勝て。俺の力で結構入るから、これ子供作れねえぞ絶対。俺のパワーでも結構いくから、見て、羽が開く。おお、すげえ、パカリパカリとはめまして、と五尊眼ね、よいしょよいしょ、ここにはめてと。足迷っちゃうんだけれども、デレッデデレルー、完成。七尾シーテント好物アブラムシ、ザンとできました。見て、完成、七尾シテント。おお、でかいね、見てこのでかさ、わお、パカリ、しかも開きますよ、飛びますよいいね、この羽開くのがいいね、羽の可動最高でしょ、羽可動、羽可動最高だわ。でもここはめるのきつかったな、マジで。うん、まあこんな感じで今回は七尾シテントでした。なかなかいいね、自分で組み立てられる楽しみもあるし、でかいね、なんといっても羽開くしね。おお、すげえ、本当にこんなでかいテントウムシとかいたら面白いね、世界に。こんなでかいのいたらマジペットにしたいわ、すげえかわいい。おちりかわいくない、おちり。おお、テントウムシ、まさかのテントウか、もう開けた瞬間に回ってる、ね、よっしゃ、ということで今回はナノシテントウさんのゲット降臨伝でした。いやー、かわいいね、テントウムシさん、羽開くっつうのがいいわ。で、次回こそはね、このカマキリでもいいけど、まあ最初にシークレットゲットしたよね、シークレットでお会いしましょう。みんな的にはどれが一番欲しい、これ。こんなのね、スズメバチとか人気ありそうだね。うん、あとカマキリも絶対人気あると思う。ミヤマクワガタ、アトラス、ヘラクレス、まあヘラクレスかな、一番はやっぱ王者、もう皇帝だからね、もう皇帝、ヘラクレスオオカブト、これも人気ありそう。まあとりあえずね、シークレットをゲットしてからどんどん埋めていこうか。じゃあ最後はゲットしたばかりのテントウムシさん、バイバイでしょ。いやー、かわいいな、テントウムシ、めっちゃ気に入った。羽がね開くっつうのが本当にいいわ。やべえ、恐竜死んだ。